よう。いらっしゃい、キリト。そんなに慌ててどうしたの？ほんと？それで一体どこにあるの？すごいじゃない！私にも読ませて。このアイテム、家事のクオリティの上限を上げるって書いてある。もっと驚きなさいよ。あのね、武器の品質ってスキルや素材によってランダムに決定されるじゃない？この秘伝の書によれば、そのランダムで出る品質の上限を引き上げられるの。つまり、強い武器ができる可能性が高くなるってこと。ベルンドハンマー！これ単体でもすごいアイテムよ！絶対に手に入れるから待ってなさいよ、ベルンドハンマー。よーし、
おいおいキリト、遅かったじゃねえか。確かに約束はしてなかったが、そろそろあの時期だってわかるだろう。さて、これで全員揃ったということで、ボス攻略完了、お疲れさん。次の階層も頑張っていこう。攻略おめでとう。これって結構順調に進んでるのかな。この調子なら全階層クリアもそんなに遠くないかも。油断は禁物だと思うけど、たまには息抜きも必要よね。そういうこと。余裕のない人生なんて終わったも当然だよね。あらよシリカ、できた料理からどんどん運んでいってくれ。わかりました。うわー、美味しそうな料理がたくさん。ま、アスナに手伝ってもらったからな。腹いっぱい食って英気を養ってくれよ。よっエギル、みんなに料理をおごっちまうなんて太っ腹。何言ってんだ。今日のパーティーの料理代は全部主催のお前持ちじゃねえのか。はあ？おいおい、そんなこと全然聞いてねえぞ。え、なになに？今日のパーティーはクラインのおごり？ラッキー！ゴチになるわね。クラインさん、ありがとうございます。この程度の出費どうってことです。はい、キリト君、料理持ってきたわよ。ユイちゃんの分もね。ママ、ありがとうございます。それじゃあ、三人で一緒に食べましょう。家族水入らずっぽくされると間に入りづらいんだけど。私もキリトさんの分の料理持っていこうと思ってたのにな。キリト、その料理おいしい？そうなの？じゃあ私も一口。あの二人、相当な強者ね。あ、私もキリトさんのところに行ってきます。キリトさん、このお料理も美味しいですよ。あ、シリカさんもそう思いますか？でしたらこっちのも美味しいですから試してみてはどうですか？ありがとうね、ゆいちゃん。善と頼んね。よし、そろそろ場も温まってきたことだし、いいもん見せてやるぜ。よく知ってるじゃねえか。その通り。なんとちゃんと歌詞も出るんだぜ。ママ、カラオケマシーンって何ですか？簡単に言うと歌を歌うための伴奏をしてくれる機械のことかな。俺にもわからんが、
宴会用のいいアイテムが手に入るってクエストがあったんで、進めたら手に入ったんだ。じゃあみんなで1曲ずつぐらいどうだ。結構いろんな曲が入ってるぜ。へえ、せっかくだし久しぶりに歌っちゃおうかな。みんなで歌を歌うの？何それ、すっごく楽しそうじゃん。私もやる。みんなでってことはキリトさんも歌うんですか？キリトさんが歌うなら私も。ちょっと恥ずかしいですけど。カラオケか、あんまり行ったことないんだけど、私も歌ってみる。私はパスでいいわよね。別に無理に歌うこともないんじゃない？カラオケなんてそういうものでしょ。でも私はせっかくだから歌ってみたいかな。キリト君とデュエットとか。あ、でも2人とも知ってる曲がないと難しいよね。パパとママが一緒に歌うんですか？ぜひ聞いてみたいです。じゃあ3人で歌ってみようか。はいです、パパとママと一緒に歌いたいです。それでは僭越ながら私クラインがトップバッターを務めさせていただきます。ってあれ、なんねぞこれ。どうしたのクライン、変なもんつかまされたんじゃない？いやそんなはずはねえ。おかしいなこれ。ママの歌は聞けないんですか？クラインらしいオチね。いやそんなはずはねえ。宴会用のいいアイテムな。お前らしいぜ、タグ。きーこの言われよ。おいお前ら、飯をおごってもらうだけでもありがたいって思えないのかよ。ごちそうさまです、クラインさん。それはそうですけど、思いっきり盛り上がっちゃった分がっくり来たっていうかねえ。私すごくキリトさんの歌聞きたかったです。私も聞いてみたかったけど、しょうがないじゃない。ああ、結局クラインなんかに期待しちゃいけなかったのよ。またの機会もあるだろう。なんでそうなる？散々期待させたんだから当然でしょうが。クラインさん、ありがとうございます。私すっごく楽しみです。おお、
ちょろいわね。キリト、いえ、これぐらいどうってことありません。パパこそいつも攻略お疲れ様です。でもたまには息抜きもしたいのよね。あ、ママ今帰ってきたんですね。お帰りなさい。ただいま、ゆいちゃん。ママは息抜きしたいんですか？まあね。でも攻略もあるし息抜きなんて言ってられないんだけど。急に聞かれると特にこれって浮かんでは来ないんだけど。あ、私行きたい場所があるんです。その心配はいりませんです。私が行きたい場所には強いモンスターはポップしませんから。つまりピクニック気分で大丈夫ってこと？はい、今のパパとママの実力ならそう言っても問題ないと思います。じゃあ私お弁当を用意してくるね。ママいっぱい作ってくださいね。うん、任せておいて。パパ、ゲートを出てからですね。パパ、ママ、どうですか？この景色。綺麗。こんな綺麗な場所があったなんて。パパもママも喜んでくれて本当にありがとう、ゆいちゃん。この景色の中でならお弁当もすごく美味しく食べられそう。頑張って作った甲斐があったってものね。でも実はここ見るだけじゃないんですよ。ここって友好的な生き物しかポップしないんです。つまりじゃーん、これって水着？こんなアイテム一体どうしたの？もちろんパパと私の分もありますよ。この布って確か。はい、大正解です。ゆいちゃんからのプレゼントだなんて本当に嬉しい。ありがとう。さあママもパパも着てみてください。うん、じゃあ早速着替えさせてもらうね。私とゆいちゃんはそこの木の陰で着替えるから、キリト君はあっち。
キリト君もね。ゆいちゃんセンスいいじゃない。パパママありがとうございます。ここまで作れるなら他にも衣装を作って売れば繁盛するかもよ。どうでしょう、私パパとママのためだったから作ることができた気がするんです。嬉しいこと言ってくれるじゃない。もうこの子は。ちょっとキリト君ずるい、自分だけ先に湖の中に入るなんて。そうですよパパ、ずるいです。そんなこと言う人には、えい、そんな見え見えの攻撃が通用するわけないでしょ。ゆいちゃんそっちに回って、挟み撃ちにするわよ。わかりましたママ。パパ覚悟してください。その構え、まさか二刀流。ゆいちゃん気をつけて、キリト君は私たちをいっぺんに攻撃するつもりみたい。パパあんまりです、私を攻撃しようとするなんて。隙ありですパパ。今がチャンスよ、それ一斉攻撃。ママが喜んでくれたのならそれだけで私も嬉しいです。私ここがアインクラッドの中で一番綺麗な場所だと思うんです。だからぜひパパとママに見てほしくて。22層の私たちの家があったところも綺麗な場所だったけど、うん、景色の美しさなら圧倒的にここの方がすごいよね。あ、それは私も思った。リフレッシュできた気がするよね。76層に来てから下の層に戻れなくなって、前のお家には行けなくなっちゃいましたよね。だからあのお家とは違いますけど、でも少しでもあのお家にいた時みたいな気持ちになれればなって思ったので、パパとママがそんな風に感じてくれたなら大成功です。ゆいちゃん、あれ、パパママどうしたんですか。ママ、そんな二人で私のこと抱きしめてくれるなんて。ゆいちゃん、窮屈だったらごめん。でも、こうしたいの。窮屈だなんてそんなこと、絶対にありません。ただ、なんか、あったかくって、その、くすぐったいです。無事、宿に帰還です。パパ、ママ、お疲れ様でした。ゆいちゃんも案内ご苦労様。
れだけ外で水着になってたのに日焼けの心配がないってかなりありがたいかも。湖を反対側まで見てくるとか無茶なことするからじゃない。はい、なので自信を持っておすすめしました。ゆいちゃん、もう何度言ったかわかんないけど本当ありがとう。いたしましてです。ただ実際に行ってみてまた22層のパパとママのお家に帰りたいってことも思いました。あの場所は綺麗なだけじゃない、そんな気がします。だね、私たちの帰る場所があそこだったから。もう戻ることはできなさそうなのがちょっと残念だよね。はい、私はこの宿屋さん好きですよ。他の人たちもいるからいつも賑やかですし。そうね、私たち3人がいる場所が家。うん、それでいいと思う。You eyes, Clark? Get the fuck off me! Hey!